ということでよろしくお願いします。大丈夫です。今回ですけど、今回は吉田拓郎さんの旅の宿のイントロの部分のね、ハーモニカについてやっていきたいと思います。やってみよう。ラー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 ライザーズミュージック TV。 ゆずっこ。はい、ということで今回はですね、吉田拓郎さんの旅の宿のイントロの部分についてハーモニカのね、解説をしていきたいんですけども、僕の動画はですね、こんな感じの流れになっております。4段階になっておりまして、最初の1が曲紹介、まあ僕のね、聞いたことない曲もいっぱいありますので、その曲の勉強も含めて曲紹介、そしてね、リクエストをいただいた方の紹介、そして2番目が使用しているハーモニカのキーについての説明、そして3番目が、僕が耳で聞いた雰囲気ですけど、自作の楽譜を使って吹く上でのポイントを説明していきます。そして最後に実際に吹いてみるということで、スピードはね、3段階で普通、ゆっくり、かなりゆっくりというこの3段階でね、指で追いながらね、こういう風に練習しやすくしておりますので、時間軸をね、概要欄の方に貼っておきます。気になるところをね、クリックしていただければそこに飛ぶようにしておきます。ということでやっていきたいんですけども、吉田拓郎さんの旅の宿、この曲はですね、1972年7月1日に発売されておりまして、今からなんとね、50年以上前の曲ということで、この曲はですね、吉田拓郎さんの4枚目のシングルで、前作のね、結婚しようよがオリコンチャート3位を記録して、こうどん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 人気が出ていって、しかもその時はね、まだテレビとかに露出をしてなく、メディアに露出してなく人気が出ている。それかっこいいですよね。露出なしで人気が出るっていうの。どん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 人気を伸ばしていた最中に発売されたシングルということで、この旅の宿がですね、吉田拓郎さんのシングルとして唯一オリコンチャート1位を飾った曲ということで、僕ね、今日までそして明日からとか落葉とか結構知ってるんですけども、この曲が唯一のオリコンチャート1位ということで、吉田拓郎さんファンからしたら、お前知ってないといけないだろというふうになる名曲だと思うので、まあ、勉強も含めて今後ね、この曲をどんどん聴いていきたいと思います。一応ね、この作詞作曲は岡本治美、そして吉田拓郎という風になっているんですけども、岡本治美という人がですね、吉田拓郎さんの、ね、落葉も一緒に作詞されたということで、もうめちゃめちゃな作詞家で、ちょっと調べたところによるとね、南こうせつさんの作詞だったり、森進一さんの作詞だったり、森山良子さんの作詞だったりね、数々の有名なアーティストの作詞をされているということで、もうめちゃめちゃすごい方みたいなんですよね。ということで、こんな感じでね、まあ一応勉強も含めてこうやって語ってますけど、なんでね、こんな吉田拓郎さんのことを知らないやつがね、旅の宿のハーモニカの解説してんだというふうに思うと思うんですけどもね、リクエストをいただいておりまして、こちら、3名の方からリクエストをいただいてます。3名の方、リクエストコメントありがとうございます。1人目がね、しぐれさくらさん、そしてね、2人目が福太郎さん、そしてね、3人目が本田博之さんということでね、この3名の方からリクエストいただいてます。もうね、結構前のものもあるんですけど、まあ、しぐれさくらさんはね、こんばんは、はじめまして、自分もよくギタビンチャンネルには行ってはコメントをよくします。こっちも負けず劣らず拓郎ファンなので、今日まで、そして明日からのハーモニカの吹き方の解説はいいですね。ドレミではなく番号で解説されているところが分かりやすいです。ハーモニカは1本だけ持ってたんですが、今は行方不明なのでこういうふうにまってます。近いうちに新しく出たら早速やっています。ついでにリクエストあくまでできたらの話ですが、拓郎なら友達、旅の宿ということで、ここでリクエストいただいてます。そして2人目がですね、福太郎さんなんですけど、私も多分赤トンボの部分だと思います。こちらはね、赤トンボの方の、ね、動画でコメントいただいてます。参考になりましたということで、今度はね、 A のハーモニカで旅の宿をお願いしますということで、これも結構前なんですが、すいません。そして3人目がですね、最近の方で、本田博之さん、こちらね、シンシアの動画の方でコメントいただいてます。私は吉田拓郎さんのファンで、旅の宿のハーモニカを吹きたくて A のハーモニカを購入しました。弾き語りバージョンはそこそこ吹けるようになったのですが、シングルバージョンがどうしてもうまく吹きません。大ちゃんさんの解説明はものすごく分かりやすいので、ぜひ旅の宿シングルバージョンのイントロ、感想、アウトロのフィードアウトしていく部分までの解説をしてください、お願いしますということで、丁寧にコメントいただいてます。ありがとうございます。一応ね、これひろゆきさんのコメントでは、感想とアウトロもねやってほしいってことなんですけど、一応ね、僕全然曲を知らないので、とりあえずですね、イントロバージョン投稿させていただいて、またね、機会があれば感想、そしてアウトロバージョンもね投稿させていただきたいと思います。今回はね、3名の方リクエストコメントありがとうございます。ということでね、使用しているハーモニカのキーについて説明していきたいと思います。こちらはですね、カポ2で E から始まってるんですね、楽曲が。ちょっと分かりにくいかなと思いますけど、これね、カポ2で E なんですよね。でカポ2で E の音は、まあ、G の音と構成が似ているので、こちらハーモニカはね、 G、 このカポ2で G のハーモニカと一緒のものを使うんですけど、この G がですね、パワーコードだとこれなんですよね、これで。実はね、この音っていうのはですね、カポを外した時の
A の音と一緒なんですよね。 A の音と一緒なので使用しているハーモニカはですね A のハーモニカを使用しております。 A のハーモニカはですねもう買って損はないぐらいのキーなので A と C と D この3つはね本当に買っちゃって問題ないぐらいなのでぜひねハーモニカに興味ある方は特に A と C ですかね購入を検討してみてください。こちら A のハーモニカでね吹ける曲はですね吉田拓郎さんであれば僕が勝手にイントロをつけた落葉のイントロもね A のハーモニカで吹くことができます。そしてね結構再生回数が回っているカントリーロードも A のハーモニカで吹くことができます。そしてね結構人気なのはですねこちらね松山千春さんの恋も A のハーモニカを使用しております。長渕剛さんのね曲も A のハーモニカめちゃめちゃ多いのでぜひね長渕剛さんも吹きたいなって方もね A のハーモニカ買ってみてください。僕の動画の中ではですね今のところ一応上がってるのが花火師にてのイントロの部分そしてステイドリームとそしてね純恋歌ですね有名な曲純恋歌純恋歌も一緒ですよね。カポ2で E マイナーから始まって E マイナーから始まって A のハーモニカということでまあコードも似てますよねこれ。まあ、ちょっと似てますね。なので、ね、A のハーモニカを買っちゃえばいろんな曲を吹くことができますのでぜひね購入して僕の他の動画のね A のキーの練習もしてみてください。それではねハーモニカの吹き方の説明をしていきたいと思います。はい、それではハーモニカの吹き方の説明をしていきたいと思います。これが吉田拓郎さんの旅の宿のイントロの部分のハーモニカの進行コードの全てになります。あくまでね僕が耳で聞いた雰囲気でやっておりますのでその辺はご了承ください。黒い数字が吹く音そして赤い数字が吸う音になります。この緑の矢印はベントと言いましてベントハーモニカはね吸う音に限って半音下げることができるんですけどもそれをねベントと言います。ベントはねまた違う動画の方でやらせていただいてますのでそちらの動画もよかったらご覧ください。吹く上でのポイントなんです。ポイントはね2つほどあります。2つほど基本的にですねバラードの曲はアップテンポの曲よりも吹きやすいんですよね。ギターのねコード進行も緩やかになりますしハーモニカもゆっくり探せますので基本ねバラードの曲は吹きやすいです。ですけどね吹く上でのポイントとしてですね今回はですね一つ目がですねベントができるようになるということですね。バラードの曲はね先ほどスピードが遅いので吹きやすいというふうに申し上げたんですけどもゆっくりな分ミスが結構目立ってしまうんですよね。なのでゆっくりだけど哀愁があったりかっこよく見せるためにもゆっくりな曲にね結構ベントって必須でここもね結構こういうふうに書いてますけどみたいな感じでいっぱい入れてますけどベントが入った方がねゆっくりな曲はさらにかっこよくなりますのでベントをまず攻略するということですね。そして2つ目がですねここですかね。僕はこのねコードが B7 っていうここら辺はねずっと一緒なんですよ。みたいな感じでこの辺はずっとねハーモニカの音とギターの変わる瞬間がね一緒なんですけどここだけね先にギターの音が変わってハーモニカを吹くというね裏拍子というか、まあ、ちょっとねリズムを遅らせて吹く必要があるのでここだけね吹き慣れてない方そしてギターと一緒にハーモニカを吹くのが慣れてない方は難しいかなというふうに思います。吉田拓郎さんの曲をねもうめちゃめちゃ聴きまくってる方は意外と簡単なのかもしれませんけどこう裏拍子を取るというかここだけねリズムを変えて変則してきますのでここだけ難しいかなというふうに思います。以上の2点をまとめますと1つ目がですね一応弁当を使用することができるかっていうことですね。弁当はね本当にもう練習するしかないのでぜひね僕の動画を参考にして練習してみてください。で2つ目がですねここの B7 のギターコードからのハーモニカここはちょっとね1テンポ遅れるというか裏拍子を打つみたいな感じで変則になりますのでここをね注意して吹いていただければいいかなというふうに思います。それではね、実際に指で追いながら音に合わせてやっていきましょう。
最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな感じで僕のチャンネルではゆずさんの曲を中心にハーモニカの動画を投稿したり、弾き語りの動画を投稿しておりますので、よかったらそちらの動画もご覧ください。それでは。